堀さんとね、松岡さん、昔からの、お知り合いというか、何年前ぐらいですか、知り合ったのは。いや、10年以上。10年以上経つね。前ですね。はい。なんか、で、松岡さんが RMA 入られた経緯をね、なんかで、ね、語られてたような気がしたのがあれですけど、雀荘で知り合ったところですかね。あ、そうです、そうです、はいはい。同じお店で働いてたことがあって。なんか、その時の印象とかって、なんか、松岡さんは堀さんのことどう思われたとかってありますか？一番その当時、はい、あ、まあでも一番じゃないか、でも若手だったんですよ、店の中でもね。うんうんうん、で、ちっちゃいと。うんうん、でも態度は一番でかく。生意気だと。しょうがないですよね、こればっかりは。やっぱり弱肉強食の世界で。そのお店ではどっちが先輩だったんですか、入ったのは。慎吾の方が先じゃないかな。あ、ちょっと早かった。方が先ですね。うん、で、4つ違いなんですよね、年齢は。確か。そうですね。4つ違いかどうか僕は理解してなくて、まあ、年上っていうことだけしか知らないですね。そうですね。はい。4つぐらい上ですね。なるほど、なるほど。いくつか上という認識でした。はい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 、で、松本さんが入ったら、すごい生意気な若手がいたと。しかも、その当時まだプロじゃなかった。ああ、はいはい。堀さんだって入ったの遅いですもんね。僕遅いですね、はい、プロ入りしたのは、うん、はい。確か26でしたっけ？26の時です。そうですよね。はい。なんか、堀さんのね、松川さんの印象は、なんかどんな感じとかありましたか？まあなんかね、とりあえず、見た目はもうこのまんまじゃないですか。うんうんうん、はい。変わってないですね。見た目はもうこんな、本当に、何も変わってないです、うんうんうん、これで変わってないとか普通おかしいじゃないですか。まあまあ、まあ、変わってこうなった以外ありえないですけど、なぜか変わってないです。当時から髪の色も、髪の色とかもまあ大体もう派手で、あ、大体金髪だったね、うん、あの時は。じゃあ変わってないですね、うん、本当にあんまり変わってないですね、はい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 、マージャンの話をするとね、はい、大井さんをすごくリスペクトしてたなっていう、うんうん、あ、僕プロじゃなかったんで、うんうんうん、大井さんをリスペクトしてるお松の話を聞くと、うん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 、じゃあ連れてこいと。その、はい、多いという男を。そうですね、はい、世の中広いってことを教えてやろう。いっつもそういう話してました。大井さんリスペクトする話したら僕はそれを返す。はい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 、はい、それだけ。へえ、うん、そういう思い出はね、今でもなんとなく覚えてるんで。いやー、すごいですね、うん、でその時を経てこう M リーグの舞台でそので松ヶ瀬さんも、そして大井さんも、そして、堀さんも、その舞台にいるので、いつの日かこの3人が今見える時も当然あるわけですから、うん、楽しみですね。そうですね、まあもう近いうちにあるでしょうね。うん、いや本当に特にね、もしそれぞれのチームがセミファイナル、ファイナル残ってきて、より一層濃くなってきますからね、そういう、うんうんうん、まあ、対戦することが増えていくわけですから、うんうん、はい、なんかそういうなんか感慨深いというかで、こう何年来の付き合いの人が、こういう大きい舞台で戦うっていうのも非常に面白いっていうのが M リーグの舞台ですね、うん、ちなみにね、よくね、そのお店に白鳥打ちに来てました。いたね、そういえば。それとしてプロでもなんでもない。いや、白鳥はもうプロ、プロなんですね、はい、よう通ってましたね。なるほど、面白いですね。うん、なんかそういうね、こう長い付き合いの人たちがまたこの舞台で戦うというのも、うん、はい、なるほど。この時は白鳥さんはどう、今と変わってないですか？まあ今と変わらず弱かったです。わ、うん、かりました。見た目は本当にあのまんまです。見た目は変わってないんじゃない？変わってない、本当に。何も変わってない。すごいですね、だから変わってない変わってない、堀さんだけで、ね、だいぶ、じゃあちょっと、あ、僕太りました。これさ、プロモーションチームなんで、しっかりしていただいて、もうちょっと太って、可愛さ出していく感じで。いや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 、隣のトトロみたいな。いやいや、別にトトロでもプーさんでも違うんですよ。なるほど、はい、うん、かっこいいね、感じでいただけると、はい、はい、思いますと。というわけで、はい、本日の放送はそろそろ以上かなというふうに思っております。